デイビッド・ビンは、プロリーグ NBA のデトロイト・ピストンズで活躍した、元バスケットボール選手、実業家、政治家、現デトロイト市長、ワシントン DC 出身、シラキューズ大学卒業後、1966年の NBA ドラフトで全体に指名を受けて、ピストンズに入団。以後、スコアラー兼、プレメーカーとして活躍し、新人王、得点王、オールスター MVP、 オール NBA チーム選出3回などに輝くリーグを代表するガードとして活躍した。1990年には殿堂入りを果たし NBA50 周年記念オールタイムチームにも選ばれた。現役引退後は実業家として鉄工業で大きな成功を収め、2009年にはデトロイト市長に当選した。 1943年11月24日、アメリカ合衆国の首都ワシントン DC にて、レンガ校の父と家政婦の母との間で、デイビッド・ビンは生まれる。家は貧しく、4人の子供たちは2つのベッドを共有した。ワンパクだった。幼い頃のビンのあだ名は、デュークスだった。災難は、彼が5歳の時に起こった、手作りの木馬で遊んでいた時、 転んだ先にあった釘が彼の左目を襲ったのである。幸い下界によって視力は回復したものの、視界のぼやけまでは完全に回復することはなかった。ビン一家が住んでいた周辺はバスケットボールが盛んであり、かのエルジンベーラーを排出した土地でもあった。ベーラーは1950年代当時、カレッジバスケで活躍しており、スラム街のアフリカ系アメリカ人の子たちは、 バスケットボールが貧困から救い出してくれるスポーツに思えた。皇帝のバスケットコートにはバスケ少年で溢れ返ったが、まだ年少で背も低かったビンは年長の子供たちによってコートに入れてもらうことができなかったため、最初は野球に熱中した。ビンは1958年にスピンガーン高校に進学。ビンはここでバスケットボールコーチのウィリアム・ラウンドトリートで会い。 彼の熱心指導を受けてバスケットボール選手として頭角を表した。司会は常にぼやけているにもかかわらず、彼の生涯最大の武器となるジャンプシュートを身につけたのもこの頃であり、1961年のシーズンには平均16.2得点、最終学年1962年のシーズンには平均16.9得点を上げるトップスコアラーへと成長を遂げた。 ピンに率いられたスピンガーン高校バスケットボール代表はインターハイトーナメントを3年連続制覇。ピン自身は3年連続でオールインターハイ、オールメトロ、オールイースタンメンバーに選ばれ、1962年にはパレード選出のオールアメリカンに選出されている。ピンは野球でもバスケットボールでも優秀だったが、試合のスケジュールが重なるようになったため、 バスケットボールに集中することになった。ワシントンで活躍する6フィート3インチ185ポンドの高校生選手にカレッジバスケの名門校も注目し始めた。中でもユーシアレイ、ミシガン大学がビンを熱心に勧誘したが、バスケットでは弱小のシラキューズ大学もビンの獲得に名乗りを上げた。そしてビンはカレッジフットボールで活躍したアーンニー・デイビスから刺激を受け、 出身校であるシラキューズ大を選択するが、同時に謙虚な彼は自身をまだ選手として未熟と見ており、名門校でプレーすることで渦もれたくないという思いもあった。かのアーニー・デイビスも排出し、フットボールでは一流校だったシラキューズ大オレンジ面もバスケットボールは物笑いの種だった。何しろビンがチーム入りする前年には泥沼の十七連敗を喫するなど、 低迷を極めていたのである。そんなシラキューズ大バスケットボールチームにとって、ビンはまさに救世もだった。ビンは大学で最初のシーズンである1963から64シーズンに同行の2年生記録を更新するシーズン通算556得点を挙げ、チームを17勝8敗の成績に導き、ナショナルインビテーショントーナメントにも出場。トーナメントは1回戦で、 ニューヨーク大学に敗退してしまうものの、シラヒューズ大にとっては大成功のシーズンとなった。ビンは一躍カレッジバスケ界のスターとなったが、この頃すでに結婚しており、大学を卒業するまでに二人の子供を設けた。家計を支えるために管理人として働き、オフシーズンの夏には子供たちを対象としたバスケットクリニックを開いた。1964から65シーズンには、 平均23.2得点12.0リバウンドの成績を記録し、ザ・スポーティングニュース選出のオールアメリカンファーストチームに平均28.4得点10.8リバウンドを記録した大学最後の1965から66シーズンには40年の歴史を持つシラキュース大バスケットボールチームにとっては初のオールアメリカに選ばれた22勝6敗の成績を残した シラキューズ大は NCAA トーナメントにも出場し、東部地区決勝まで進出している。大学3シーズンの成績は、平均24.3得点10.3リバウンド、フィールドゴール成功率49%だった。キャリア初期、編集、デーブ・ビング、デトロイト・ピストンズ、ビンは大学卒業後、1966年の NBA ドラフトにて、全体2い,い指名で、 デーブ・ディ・バッシャーが選手権コーチを務めるデトロイト・ピストンズに入団する。期待の新人として注目を集めたビンだが、彼にとっての NBA 公式デビュー戦は苦い思い出となった。ベンチ出場で6本のフィールドボールすべてを外し、0得点で NBA キャリアをスタートさせてしまったのである。しかし1966から67シーズンが始まって2週間ほどでビンもプロの水になれ、 ディバッシャーは彼に先発の座を与えた。そして、ビンは初先発した試合を8本のフィールドゴールすべてを決めるという形で、コーチの期待に応え、翌日の試合では35得点を挙げた。ファイナル8連覇中という前代未聞の黄金期を築いていた、ボストンセルティックスとの試合では、当時最高のディフェンシブガードの一人と見られていた、ケイシー・ジョーンズのマークを受けた。試合前半。 ジョーンズはルーキーをシャットダウンしてみせたが、ビンは常に動き回ってこのベテランを疲れ果てさせ、後半には2桁の得点を記録した。10シーズン連続負け越し中、3シーズン連続プレイ不不出場中と、低迷していたピストンズだが、11月末には4、連勝して、周囲を驚かせた。4連勝目のロサンゼルスレイカーズ戦では、ビンは28得点の活躍をしている。しかしその後は、 黒星が先行するようになり、ディバッシャーはシーズン終盤に解任された。結局チーム成績は30勝51敗と11、シーズン連続で負け越すことになったが、前年度よりも8勝分増となり、そして、ビンはチームトップとなる平均20.0得点4.1アシスト、シーズン通算千6 0 1得点を挙げ、シーズン通算千6 0 0得点以上を達成した。 史上6人目のルーキーとなった。ビンは新人王を受賞した。ビンという素晴らしいガードを手に入れたピストンズは1967から68シーズンに飛躍の時を迎えた。ドラフトでは全体1位でジミー・ウォーカーを指名し、また2年間兵役についていたテリー・ディッシンガーがチームに復帰、さらにはシーズン中のトレードでハッピー・ハーストーンを獲得。 新進気鋭のビンに、コーチの重責から解放された、リバッシャーや、エディ・マイルズ、そして、ウォーカー、ディッシンガー、ハーストンを加えたピストンズは実に13シーズンぶりとなる40勝を達成し、シーズン成績40勝42敗で5シーズンぶりに、プレーオフにも進出した。そして、ビンは、平均七点一得点点四アシスト点七リバウンドを上げ、 通算2142得点はリーグトップとなり、ビンは得点王に輝く。ガードの選手がリーグの得点王となるのは1946から47シーズン。まだ NBA がバーという名前だった時代にマックス・ザスロフスキーが達成して以来の快挙であった。さらに NBA オールスターゲームにも初出場し、オール NBA チームではファーストチームに選出される。 プレーオフでは、セルティックスと当たり、一回戦で敗退してしまうものの、ピストンズはこの年も優勝するセルティックスに、最初の3試合を2勝1敗と先行するなどの、検討を見せた。試練、編集さらなる飛躍が期待された1968から69、シーズンは、しかし11月末から12月にかけて8連敗を、喫し、ドニー・ブッチャーはコーチを解任され、ポール・シーモアが、 公認についた。さらにピストンズはデイブ・ディバッシャーを放出して、ウォルト・ベラミーを獲得するも、結局このシーズンは32勝50敗の成績に止まり、プレーオフ進出も逃した。ビンは平均23.4得点7.1アシストの成績を残している。シーズン終了後、ビンの元に、新興リーグ ABA のワシントン・キャップスからオファーが舞い込んできた。 キャップスのオーナー、R ・フォアマンはチームからの放出を希望していた。リックバリーの穴を埋めるための大物選手を探していたが、彼の目にはワシントン出身のビンは看板選手として売ってつけの人物と思えた。ビンはルーキー時にピストンズと年に1万5000ドルの契約を結んでいたが、フォアマンは3年50万ドルの契約を提示。二人の娘の父親でもあるビンはこの契約に、 大きな魅力を感じ、キャピトルズとの契約にサインした。しかしその後キャップスはノーホークへの移転を発表したため、故郷に戻れることを楽しみにしていたビンは落胆し、キャップスとの契約を解消。結局ピストンズと3年45万ドルで再契約した。AS は残留したが、ピストンズは低迷を続けた。 1969から70シーズンのピストンズは31勝51敗。ビンは平均22.9得点6.0アシストと、例年通りの成績を残したが、ハッピー・ハーストンやベラミーはチームを去り、3年目のジミー・ウォーカーが平均20得点以上を上げるスコアラーに成長したこと以外に喜べることはなかった。1970から71シーズンはビンにとって、 報われないシーズンとなった。チームキャプテンとなったビンは再び絶頂期を迎え、平均27.0得点5.0アシストの高成績を記録。当時リーグ最高峰のディフェンシブチームとして知られたシカゴブルズとの試合では54得点と爆発。この数字は70から71シーズンのリーグ最高記録となった。さらに、全体1位指名の大物ルーキー。 ボブレーニアが加わったピストンズは、実に15年ぶりとなる勝率5割以上達成となる45勝37敗を挙げ、ビンは2度目のオール NBA ファーストチームに選ばれた。しかしミルウォーキーバックス、シカゴブルズ、フェニックス・サンズと競合ひしめくミッドウェストデビジョンは、ピストンズを含め全チームが好成績を残したため、ピストンズは、プレーオフに進出することができなかった。 ビンは幼少期の頃に左目に釘が刺さるという災難に見舞われているが、1971から72シーズン前に、今度は右目失明の危機にさらされている。プレシーズンマッチのロサンゼルスレイカーズの試合において、元チームメイトのハッピー、ハーストンとの衝突で、ハーストンの指がビンの右目を襲ったのである。ビンは激しい痛みを感じたが、顔に引っかき傷を負っただけと思い、 数日後のシーズン開幕に向けて準備を進めた。しかし翌朝、目覚めたビンは視界の異常に気づき、すぐに病院に駆け込んだ。医師は網膜剥離と診断し、ビンはその日のうちに手術を受け、術後は包帯を巻いたために3日間くらい網の中で過ごした。ビンはこの時の怪我が元で、周辺視野が低下、また明るくライトアップされる。 プロのコート上では、瓶の視力はさらに低下することが懸念され、加えて医師は瓶がこの先も激しいスポーツを続けるので、あれば両目が失明する可能性もあると告げた。しかし瓶は医師の警告を無視して12月末のニューヨークニックス戦にて復帰し、21得点を挙げた。瓶はこのシーズン45試合に出場し、 平均22.6得点7.0アシストを記録するが、視力低下の影響は否めず、フィールドボール成功率は過去最低の41.4%だった。AS の離脱が響いたピストンズは26勝56敗と大きく負け越した。低迷からの脱出、編集医師の警告の通り、視力低下はビンのキャリアに致命的な傷を与えるかに思われた。しかし、 ビンは努力の人だった。彼は、右目の視力低下後、フリースローの猛練習に励んだ。この特訓が実り、ビンのフリースロー成功率はビンが右目に怪我を負った。翌年の1972から73シーズンから、3シーズン連続で80%以上を記録する。またビンは、自分の得点力が失われた場合に備え、ディフェンダーとしての向上も目指した。 1972から73シーズンを迎えるとき、チームはビンに選手権コーチとなるよう要請したが、ビンは辞退。アールロイドが臨時コーチにつき、開幕後8試合目から、元ピストンズのレースコットが正式コーチに就任した。オフシーズンの特訓の成果で完全復活したビンは、全82試合に出場し、平均22.4得点、アシストは、 キャリアハイの7.8アシストを記録。フィールドボール成功率も44.8%まで回復し、フリースロー成功率は初の80%超えとなる81.4%だった。ピンの復活に、レースコットのコーチ就任、そしてリーグ有数のセンターに成長を遂げた、ボブレーニアと好条件が揃ったピストンズは、前年の大不振から抜け出す40勝42敗を記録。 プレーオフには、あと一歩届かなかったが、低迷脱出に向けて、明るい兆しが見られたシーズンとなった。そして1973から74シーズン、ピストンズは、チーム史上初の勝率6割以上、50勝以上、達成となる52勝30敗を記録。プロ7年目、30歳となるビンはキャリアで、初めて平均20得点を下回ったが、 平均18.8得点6.9アシストの成績でチームの司令塔を務め上げ、オール NBA セカンドチームに選出された。6シーズンぶりの出場となるプレイオフではシカゴブルズと対戦。シリーズは第7戦までもつれた末に94から96でピストンズは赤敗した。翌1974から75シーズンは40勝42敗と負けコスモ。 プレーオフには出場。シアトルスーパーソニックスの前に1勝2敗で敗退した。このシーズンのビンの成績は平均19.0得点7.7アシストだった。ビンは素晴らしい司令塔だったが、ピストンズは31歳のビンに代わるより若いプレーメーカーを探し始めていた。そしてビンも自分のキャリアを故郷で終えたい思いが強まっていた。ピストンズはビンの願いを叶えるべく、 ワシントン DC のチーム、ワシントン・ブレッツとトレードを行い、ケビン・ポーターとの交換でビンを彼の故郷へと送り出した。こうして、ビンのデトロイトでの9年間は幕を閉じた。ワシントン・ブレッツ、編集ワシントン・ブレッツは、エルビン・ヘイズ、ウェス・アンセルド、フィル・シェニエをするリーグ有数の強豪であり、前期1974から75シーズンには NBA ファイナル進出を果たしていた。ビンは、 競合チームの司令塔を任され、1975から76シーズン平均16.2得点6.0アシストの成績を記録。7回目の出場、そして最後の出場となるオールスターゲームでは、ベンチスタートながら16得点に4アシストを決め、123から109でイーストチームを勝利に導き、ビンはオールスター MVP を受賞した。 ブレッツは48勝34敗の成績でプレーオフに進出したが1回戦でクリーブランドキャバリアーズの前に敗退した1975から76シーズン33歳となったビーンは若手ガードのトム・ヘンダーソンに司令塔としての役割を譲り成績は10.6得点4.3アシストだった前年と同じ48勝だったブレッツは1回戦で キャバリアーズを破り、カンファレンス準決勝に進出。カンファレンス準決勝では、ヒューストンドケッツに敗れるが、ビンは、キャリア晩年にして、ようやく、プレーオフ1回戦の壁を突破した。ボストンセルティックス、編集1976から77シーズン後に、ブレッツとの契約は終了したが、ビンはまだプレーできる力が残っていると信じ、ボストンセルティックスと契約した。 1950年代末から70年代前半にかけて13回の優勝を果たしたセルティックスも、この時期は衰退し始めており、ガードのジョ、ジョホワイトは負傷、チャーリー・スコットはレイカーズにトレードに出されていたため、結果的にビンには、ブレッツ時代以上の出場時間が与えられた。ビンは1977から78シーズン、平均13.6得点3.8アシストの、 成績を記録。セルティックスは32勝50敗の成績で7、シーズンぶりにプレーオフ出場を逃したが、成績低迷との引き換えに、ドラフト上位指名権を獲得。ラリーバードを指名し、新時代へのスタートを切った。これを機会に、セルティックスの大エース、ジョン・ハブリチェックは引退し、ビンもそれに習った。34歳のビンは、12年の NBA キャリアに終止符を打ったのである。 かつてスポーツ紙がデイブ・ビンをミスター・ Mr. アンサング・アバウトと表したようにビンの NBA キャリアは取り立てで派手なものではなかった。しかしプレーメーカーとしてもスコアラーとしても優秀だったビンは当時ポイントガードとシューティングガードの役割が明確化されたバックコートにおいて2つのポジションを兼ねることができた稽古な存在だった。柔らかいシュートタッチを武器に毎晩のように 高得点を叩き出すビンは、リーグを代表するスコアラーだったが、本人は何よりもまずチームを勝利へと導く、プレーメーカーとしての任務を果たそうとした。彼は、爆発的なクイックネスを生かしたドライブを得意としたが、彼のドライブはバスケットを狙うためのものではなく、ディフェンダーを引きつけて、オープンとなったチームメートにパスを送るためのものだった。ビンは、得点王に輝いた経歴を持つが、 同時に5シーズンでアシスト数リーグトップ5入りを果たしている。また、失明の危機にさらされながらも、現役を続行した彼の精神力も注目に値する。通算成績、編集得点、リバウンド、アシストの成績は、下記の通りである。受賞歴、編集便はバスケットでは、勤勉な努力家だったが、それ以外の分野でも向上心が高かった。遠征の移動中には、 熱心に本を読み、金融やビジネス、工業を独学で学んだ。またオフシーズン、他の選手たちがゴルフや趣味に興じている中、ビンはクライスラー社で働いた。彼が NBA でルーキーだった22歳の時、マイホーム購入のためにデトロイトの銀行に融資を求めたところ断られたため、ビンは資金を稼ぐためにオフシーズンを利用して銀行に勤め、 金銭水筒係や顧客係などをした。さらに、キャリア終盤には、デトロイトのパラゴンスティールという小さな鉄鋼関連会社で、倉庫や運送、販売関連の部門で働き、ビジネスに関するあらゆるノウハウを得ることになった。1980年、ビンは彼自身の25万ドルとローン8万ドルを資金に借りた倉庫で、4人の従業員と共に、鉄鋼関連会社、 ビンスティールを創業。しかし資金は半年で尽きたため、製造にはかかわらず、仲介業務をすることになったが、ゼネラルモーターズがクライアントとなったことをきっかけに、同社は大きく発展する。2年目には420万ドルの収益を上げ、ビンは1984年には、ロナルド・レーマン大統領から全米中、小企業個人賞を受賞した。1985年には、 ビンスティールは2つの工場と63人の従業員を抱える収益金4、0ドルの会社へと成長。創業から10年後にはさらに6、100万ドルまで収益を増やし、ブラックエンタープライズ氏はアフリカ系アメリカ人が所有する会社としては全米10位の実績と評価した。その後、ビングスティールはビンググループへと変わり、デトロイトのノースエンドに本社を構え、 主に自動車産業に年間に800万ドルの金属プレス加工品を供給した。1989年財政悪化を受けてデトロイト市は公立高校のスポーツプログラムを全廃する計画を発表。ビムはこれに対して反対キャンペーンを展開し、スポーツプログラム継続のために37万3000ドルの寄付金を集めた。 結局、デトロイトの有権者たちは増税の道を選び、スポーツプログラム全廃計画も廃止された。ビンが集めた寄付金は学校へと納められた。2008年10月16日、ビンはデトロイト市長への立候補を表明。2009年2月24日の予備選挙では1位、通過し、2009年5月5日の決選投票で、対立候補のケニス・クックエール・ジュニアを破って当選。 クワメキルパトリック前市長の後を継いで11月3日に、デトロイト市長に就任した。abbasketbal-reference.com l デブビングスタティスティックスより引用。ディセンバー30-2007ありがとうございます。